時間だけ過ぎて氷が溶けて味の消えたアイスティー飲んで苦笑いした。ああ、なんでこんなに僕は話が下手なのかな。さっき見た映画の話も広がらない。用意してきた笑えるはずの心配話も君をただ困らせるだけで、キュッと君の手に握りしめる、言葉じゃ伝えきれない思い、ちゃんと今届いてほしくて、キョトンとしてる君がこの手握り返してくれたから、もっと君を笑顔にできるような僕になりたい。ないだけど次にどうすりゃいいかわからずに手を離すわけにもいかなくて汗が流れた。ああ、なんでこんなに僕は不器用に生まれたのかな。もっと君の頼りにならなくちゃいけないのに我変わるよ。もし君が全部投げ出したくなったとしても助けられるように、ぎゅっと君の手握りしめる、やっと君が出した勇気がちゃんとこの手に伝わってくるから、何があっても君はそのままでいいんだよ。ずっといつまでも君のそばに僕はいるから。50年後の僕らしわくちゃに歩いていけたら、きっとそれは幸せだよね。ぎゅっと君の手握りしめ、言葉じゃ伝えきれない思い、ちゃんと今届いてほしくて、キョトンとしてる君がこの手握り返してくれたから、僕がその手守っていけるように強くなるから。強くなるから。